アルフレッド・デラーは、イギリスの声楽家であり、ルネサンス音楽やバロック音楽において、カウンター・テナーという声種が使用されていたことを世に知らしめた主要人物の一人である。デラーは、イングランドのマーゲートに生まれ、幼少時より、地元の教会の合唱団で歌っていた。声変わりをした後も彼は、高い聖域で歌い続け、最終的に、カウンター・テナーを職業とするようになる。 19世紀を通じてカウンターテナーという声主が存在していたのは男子のみの権威ある合唱団の伝統の中だけであった。デラーは彼自身が相次いでカンタベリー大聖堂とセントポール大聖堂の合唱団のメンバーを務めている。彼は合唱におけるこのような伝統のうちからソリストとして突如出現するがそれは作曲家マイケル・ティペットが彼を称賛したことに 多く追っている。ティッペットはデラーの演奏をカンタベリー大聖堂時代に聞き、その声の独特な美しさを認識したのだった。ティッペットは彼を男性アルトではなくむしろカウンターテナーとして大衆に紹介した。彼はまたヘンリー・パーセルの来たれ何時ら芸術のコラよのラジオ放送でも知名度を上げた。彼はジョン・ダウランドやパーセルといった 作曲家たちによるイギリスのバロック音楽やルネサンス音楽の普及や録音を集中的に言った。人々にとってデラーの声は際立って高く聞こえた。デラーが初めて声楽家としての大きな注目を得た。当時、その時はまだ史上最後のカストラートが世を去ってからわずか数十年しか経っていなかったが、カウンターテナーの声に対する様々な誤解が横行していた。 これについて、マイケル・チャンスは、ある逸話を10回している。あるフランス人の女性は、デラーの歌うのを聞いて、ムッシュ、ブエット・ユーニックと叫ぶと、デラーは、アイシンク・ユミーにユニークと答えたという。1948年、彼は、時代交渉に基づいた演奏を目指す団体デラー、コンソートを結成する。この団体は、バロック音楽のレパートリーについての一般の認識を、 大幅に広げ、バッハ、ヘンデル、パウセル、ダウランドの作品、そして民謡二歳も、質の良いオーセンティックなピリオド演奏を生み出した。団員構成は年を経て変化し、ソプラノのマリー・トーマスのほか、1964年より、デラーの息子マーク・デラーを加えたデラーは、デラーコンソートの指導をする一方で、複数の室内還元楽団との共演も行っていた。 1960年、デラーは、ベンジャミン・ブリテンのオペラ、夏の夜の夢にてオーベロンの役を演じた。作曲家の希望とは裏腹に、デラーは、おそらく彼の下手な演技のために、リバイバル公演では役を下ろされたが、ブリテンは、明確に、デラーを念頭に置いてこの役を書いていた。リュート奏者のデズモンド・デュープレは、デラーと共演した。他の伴奏者には、チェンバロ奏者で、 音楽学者のバルター・ベルクマンも含まれる。晩年のデラーは、リュート奏者のロバート・スペンサーやチェンバロ奏者のハロルド・レスター、同じくウィリアム・クリスティと仕事を共にした。デラーの録音には、ダウランドのリュートの歌曲やヘンデルのオペラ、ブリテンの夏の夜の夢、パーセルの歌曲、セミオペラ、伝統的なイギリス民謡、トマス・タリスの作品、バッハによるアルトのためのレパートリーがある。 彼は HMV バンガードクラシックスハルモニアムンディに録音している。その後1979年7月16日、イタリアのボローニャでの仕事中に死去した。ありがとうございます。